明日へ。テーマソング B カラフル輝く明日への作詞作曲演奏、そして歌と全てを手掛けてくれたピアノマンダリル。ピアノ弾き語りのライブミュージシャンとしてだけでなく、 CM ソングや企業のイメージソング作りなど幅広いジャンルで活躍しているダリルさんが、この歌の誕生エピソードを話してくれました。実はですね、私の家の庭が、うちの奥さんがね、それバラ園みたいにしてるんですよ。赤とか白とかね、いろんなピンクとかいろんな色のお花がいっぱいあるんですよ。でコーヒーを持ってその庭の真ん中に立って、色と空気を全部心の中に入れたんですよ。素敵な世界だなと思ったところで、スタジオの方に入ってピアノ触ってみたら、この曲がポロッと生まれたんですよ。ね、やっぱりね、人間って周りの環境ってすごく大事なもので、その美しいお花の色とかそういうものから生まれたこの一曲。で今本当に世界がグレーに見えるじゃないですか。 そうですね、そこをあえてこう書いているところが、こうまさにこう暗い気持ちになりがちな今聴きたい曲だなと思って、輝く明日へっていう、こういう言葉をね、サブタイトルにしてるんだけど、やっぱりその明るい未来ね、で、そして皆さんの心にもね、鮮やかな気持ちが生まれるように、Be colorful。You know it's red and blue and green, it's yellow, red.